大梅町とは、神奈川県、東京府、東京都西多摩郡に、かつて存在した町である。現在の大梅市は1951年に、大梅町他の新設合併で誕生したもので、大梅町の区域はすべて現在の大梅市に含まれるが、自治体としては、本町とは別である。現在の大梅市の中央部に位置する。変遷表、平岡旧衛門が2名あるが、 不死の関係であり、襲名による、商業が繁盛している、織物の生産地である。織物中外省は、平岡久左衛門、滝上女次郎、滝上越造、村山平三郎、諸井彦七、諸井伝吉、小林平次、山崎太造、田中三之助、中村福造、小林三代吉、江戸宗介などがいた。起業家は江戸、江戸結城像。 沢田米蔵大鳥安蔵製材建築は、加藤修太郎。大梅ガ製造元の林茂太郎。時計機金属商の小峰五助。金物時計商、鎌屋の田辺栄吉。聖茶中外商の岩田徳太郎。柳屋の小林文衛門。赤十字社製社員の平岡磯三郎。酒造業、陶器販売油屋。赤十字社製社員の橋本福次郎。 会社では、大梅鉄道会社、浅野セメント会社採掘所所長、中村虎蔵、帝国伝統支社。銀行は、大梅銀行、大梅商業銀行、玉銀行がある。薬棒は岸海春堂、薬須崎局。平岡面支店、江木土面支店。金物釜屋本店。農業はほとんどその影を見せず、農産物はほとんど、川越地方。 八王子方面よりの供給を仰いでいる。大日本特農家名館によれば、大梅町の特農家は、小林万衛門、根岸大輔、並木草室郎、黒田翔介などがいた。大日本産業家名館生によれば、大梅町の養産家は、金丸佐平、金丸五郎衛門、畑中孝三、森田孫七、荒井雄吉、田中豊吉、島崎直次郎、野口新造、 野口徳太郎、原島春吉、田中藤三郎、田中健吉、田中武次郎などがいた。1917年の調査による同庁の個数は2257個で、その中工業が398個、商業が600個、農業は近々200個に足らない。他は皆間小売、または増業である。総数、単位、人総数、単位、世帯。 ありがとうございます。